ワイドショーとか作ってる人たち、本当視聴率のことしか考えてないから、うん、やっぱ一つの話題に集中砲火するんですよ、うん。っていうことは、梨本勝さんが昔言ってました。お梨本勝チャンネルみたいなやつなんだけど、ちょうどその頃、ノリピーが逮捕された。おノリピーのニュースがめちゃくちゃ見られるから、うん、全部ノリピーにしたんですよ。うん、たネタをノリピーの別荘の、うん、隣に住んでるおじさんの話とかそこまでそれでもねそれでも見るからもうトップ記事全部のリピートです。